しょうか。愛を舞い納めた月の都の天人は、数々の宝を降らせ、国土と人々を祝福し、心地よい潮風に羽衣をひらひらとたなびかせ、天人は極上へ登っていき、ついに霞に紛れて見えなくなってしまうという最後の場面は、まさに幽玄の美を感じました。笛、林、舞台、姉妹、そしてピアノによる和洋折衷の天の羽衣、春宵の響き版をお楽しみいただきました。時が経ちますのは本当に早いもので、今宵最後の曲となりました。高良三左衛門作曲、木々の蜜です。平成7年、今から23年前に千束池に池月橋が竣工されたことを記念し、人間国宝高良三左衛門先生をお迎えして笛の演奏会が開かれました。高良先生は12回目まで毎年ご出演いただきました。千束池春宵の響きは、現在も日本の伝統芸能を千束池の美しい自然の景観と一緒に楽しみ